ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村鼓動作銭形平次捕物控えより金の茶釜。この作品金の茶釜は昭和14年1939年銭形平次捕物百話第8巻に掲載されました。それでは本文をどうぞ。第一章。親分、金の茶釜を拝んだことがありますかい？ガラッパチの八五郎は変なことを持ち込んできました。知らねえよ。金の茶釜や錦の小祖ではふんだんにあるから拝むものとは思わなかったよ。銭形平次は無関心な態度でよく澄んだ秋空を眺めておりました。見立て36か線の財後中将が借金の言い訳を考えているといったポーズです。へえ、あの品川の流行りの親分は知らねえんで。金の茶釜がどうしたんだ？品川の漁師町の登録が親孝行でご褒美までいただいた評判の男ですがね、その登録が品川沖で網を打つと金の茶釜が引っかかったんだそうで、早速禁酒がついて松山下へ親孝行の見せ物が出る騒ぎでさ。そいつは変わってるな。いつのことだい？釜を見つけたのは10日ばかり目、小屋をかけたのは昨日で。恐ろしく気が早いじゃねえか。そんなのを見ておかなきゃ話の種にならねえから、昨日昼過ぎから品川まで行ってきましたよ。達者な野郎だ。その代わり親孝行の金の茶釜の走りを見てきましたぜ。かぼちゃじゃあるめえし、金の茶釜に走るてやつがあるかい？あ、こんな無駄を言っても平次にとってはガラッパチの骨惜しみをしないのがありがたかったのです。変なものですぜ親分、ちょいっと行ってみちゃどうです？ごめんをこむろうよ。そいつはもろこしの二十四孔の真似事さ。ヤシの細工門に決まってるじゃねえか。各居の釜掘りてえのはおめえも聞いたことがあるだろう。そのうちに両刀の蛇が出てくるよ。へっ、そんなもんすかね。あがいもんと分かっているなら踏み込んであげちまおうじゃありやせんか。おろびとを惑わして銭を取るのは不定野郎だ。まがいもんでもなんでも親孝行の見せ物へ踏み込んじゃ悪い。ほっとくがいい。そうですかね。親孝行は真似てもしろって言うじゃねえか。ハチなんかも金の茶釜を見ての戻り、おばさんへせんべいの一袋も買ってくる気になったろ。まあそういったようなもんで。だから放っておくがいい。平次は相手にもしません。しかしこの話があって3日目、ガラッパチはまた新しい情報を持ち込んできたのでした。親分、おかしなことになりましたよ。何がおかしいんだ？そんなところに突っ立っていちゃ邪魔だよ。平次は縁側の柱にもたれたまま天文を案ずる形になっていたのです。あきれるぜ親分。銭形の平次親分ともあろう者が雲を眺めてこの結構な秋の日を暮らすなんて。はっといてくれ。岡っ引きが雲を眺めていられるのはご時世のおかげさ。ところでどこに行っておかしなことがあったんだ？品川ですよ親分。金の茶釜の見せ物だろう。その通りで。金の茶釜の正体が張り子に金箔を置いたのとでも分かったのかい？そんなつまらねえ話じゃありません。金の茶釜を盗む慌て者があったんだろう。家へ持ってけって吹き込むと赤になるやつさ。どうかの代わりにもなるね。親分、そんなバカなことじゃありませんよ。見せ物小屋に入って金の茶釜を盗んだ上、番人夫婦を切ったやつがあるんで。なるほど、そいつは厄介だ。銭形平次は少しばかり本気になります。ちょいっと行ってみてください。親分、あら、ごめんをこむるよ。でも茶釜は金目で、千両箱でも出さなきゃ買えねえほどの代物ですぜ。江戸中の道具屋が
わざわざ見に行って肝を潰したんだから嘘じゃねえ。道具屋の肝の潰れたのなんか勘の薬にもならねえよ。平次は容易に神輿を上げそうもありません。あやぶん、そう言わずに拝むから言ってください。拝まれたかねえよ。それじゃあ川崎の大師様へ参りに行きましょう。お供しますぜ。嫌な野郎だな。誰に頼まれてきたんだ。ええ、品川は少し遠すぎるが、事と次第によっちゃ行ってみねえでもね。一体誰に頼まれてきやがったんだ。ええ、へえじゃねえよ。その見せ物の禁止は誰だい。品川の増屋三五兵衛ですよ。名代の熊高だ。まさか三五兵衛に頼まれたんじゃあるめえな。品川の氷菓子増屋の三五兵衛から金でももらって親分の出馬を引き受けてきたのではあるまいか。平次はふとそんなことが気になったのです。とんでもねえ親分、わしは金貸しと谷試合はできらねえんで。変な取り合わせだな。それじゃ誰に頼まれたんだ。言いますよ親分、こうなりゃみんな言っちまいますよ。金の茶釜は品川の海で高校者の登録の網にかかった。そりゃ何遍も聞いたよ。その登録が毎日見せ物小屋へ出て看板になっているんだが、何にも物を言わねえ。もっとも漁師の登録に器用な工場は言えっこはねえが、金の茶釜を飾った舞台へ出て紙しもを着てあっち行ったりこっち行ったり、籠の中のシャモみてえに歩いてばかりいる。やあなこったな。親孝行なんか売り物にして。平次は苦い顔をしました。本人が好きでやっているわけじゃねえ。それにも訳があるそうですよ。それがどうした。金の茶釜が盗まれて三五兵衛に小言を言われて弱っているのを見かねて妹のお春が足へ頼んす。なんとか銭形の親分さんにお願いして金の茶釜を見つけてください。兄が三五兵衛に責めさいなまれるのを見ちゃいられませんと涙を流して。よし、わかった。八五郎の口添えで若え娘の頼みとあっちゃこいつは行かなきゃなるめ。平次は気持ちよく立ち上がりました。あやぶん、ありがて。フェミニストの八五郎は妙にそわそわしております。第2章、ガラッパチに案内されて見せ物小屋に行った銭形平次は騒ぎのあまりの大げさなのに驚かされました。小屋は八つ山の崖の上、花時をのけるとひどく閑静な場所ですが、それでも街道から見通しで高輪からも品川からも足場の良いところ、そこに頬五軒ほどのむしろ張り青竹を巡らした木戸を入ると、中はすっかり土間で、正面の小さい舞台に畳を三畳ほど敷き、一層の金屏風を巡らして真ん中ほどのところに三尺ばかりの台を据えまして、この上に金の茶釜が飾ってあったのでしょう。台の上にかけたのは凄まじくも物々しい食香の錦、もっともこれは大まがいものです。舞台の裏には厳重な二重箱が蓋を開けたままになっておりますが、金の茶釜は夜分だけこの中に収められるのです。泥棒はこの箱をこじ開けて取って行きました。そう言いながら卑屈そうな顔を出したのは金主三五兵衛の手代、この小屋を一切取り仕切っている米吉という五十男です。番頭さん、銭形の親分だよ。ガラッパチは後ろから黙々としてくる平次を目で迎えました。これはおみそれ申しました。ご苦労様でございます。私は増屋の奉公人で米吉と申します。これだけ言ううちには米吉は六遍もお辞儀をしました。こんなのはさぞ金を借りた者には冷酷無残なことをするだろうといったようなことを平次は考えていました。
小屋の裏の方、金の茶釜の箱を見張るような部屋には、番人助七、お代の夫婦者が枕を並べてうんうんうなっております。夜はこの小屋に茶釜を置いてあったんだね。平次はそれが不思議でたまらなかったのです。千両もするという金の茶釜をこんなむしろ張りの小屋の中に置いていいものでしょうか。ええ、万人夫婦が引き受けて万に一つも間違いがないことになっておりました。と米吉。ところが現に間違いがあったじゃねえか。実は毎晩木戸を閉めると金の茶釜は裏から増屋まで運んでいき、朝になるとまた増屋から持ってくることになっておりますが、それは世間体だけで、実はこの小屋に留め置くことになっております。それは誰の役目だ？茶釜を運ぶのは私の役目ということになっておりますが。平次も少し呆れました。金の茶釜の本物をむしろ張りの小屋に万人夫婦と留め置いて、得体の知れない包みをもっともらしく増屋へ運ぶというのは、あまりに人をなめた話です。そのからくりを知ってるのは誰と誰だい？主人と私と松屋の若旦那の佐太郎様と、木戸番の半助と番人の助七夫婦と、高校登録ぐらいのものでございます。釜は本物の金だろうな。平次はもう一つダメを押しました。それはもう親分さん、品川の沖で登録の網に入った時は潮錆で少し汚れておりましたが、近頃はよく吹き込んで目の覚めるような山吹色でございました。そんなに大きくはございませんが、芦屋型と申すそうで、立派な品でございます。目方は800、いえ一貫800目でございました。そんなことを聞きながら、平次は万人の部屋へ入って行きました。どうだい木座、とんだ災難だったね。敷居際にしゃがんだ平次を助七夫婦は床の中からまじまじと見上げます。ありがとうございます親分さん。どこをやられたんだ？私は肩先でございます。女房は足をくじいただけで、これは切られたのじゃございません。五十男の武将ひげだらけな助七は臆病らしくこう言うのです。どんな様子だったんだ？詳しく話してくれねえか。ええ、おとついは大層よく入って、木戸の上がりを入れた銭箱を二度まで増屋へ運んだくらいでございます。それですっかり気が緩んで、祝い心に一号をつけて寝たのが間違いのもとでございました。明け方近くなってから八つ半、三時頃でございましょうか、舞台の方に変な物音がするのを女房が聞きつけ、そっと私を起こしましたので、夢中になって飛び起きて行ってみると、覆面をした浪人者が金の茶釜を箱の中から取り出して逃げ出そうとしているじゃございませんか。驚いて大声を出しましたが、この辺りはうちもなく、明け方といっても人通りもない自分で、誰も来てはくれません。それでも金の茶釜を取られては大変と、女房と二人で一生懸命しがみつきますと、浪人者が抜き打ちに私の肩先へ切りつけ、女房を投げ飛ばして外へ飛び出してしまいました。平次はうなずきました。助七は半身を床から抜け出して、なかなか雄弁に説明してくれます。後を追っかけようとしましたが、何分の深手でどうすることもできません。女房は足をくじいて、これも身動きもできない始末。ようやく朝になってご近所の方が来てくれましたので、増屋へ知らせてご主人と番頭さんに来ていただいたようなわけでございます。あの茶釜がなくなっては私は首でも吊らなきゃなりません。親分さん、お願いでございます。泥棒を見つけて茶釜を取り返してください。助七はそう言って床の中から平次を拝むのでした。金を取られたのと違って、
道具は思いのほか早く出てくるもんだよ。あんまり心配しねえ方がいい。ありがとうございます。女房のお代はその問答を聞いて半身を起こしたまま手を合わせておりました。ところでもう一つ聞くが、その時小屋の中には明かりがあったのかい？と平次。いいえ、明かりなんかありません。番頭さんが油が欲しいと言いますんで。へい。番人の助七はブルンブルンと頭を振ります。少しは米吉への面当てでしょう。第三章。親分、土地の御用聞きの菊松が今朝一人あげていったそうっすよ。ガラッパチはどこからかそんなことを聞き出してきました。そりゃいいやんべえだ。誰だいそりゃ。ゴンパチの波太郎という浪人崩れのならずもんで、ちょいっといい男で。それがどうしたんだ？どこの小屋へも長いので脅かしてただで入る野郎です。それが高校登録の妹の春に心をかけ、執念深く寄って弾かれたので、登録に記事をつけるためにやったいたずらかもしれねえということですよ。そんなこともあるだろうな。まあ、一貫800目の釜を裸のまま抱え、番人も切って女房を投げ飛ばす芸当は難しいぜ。平次は他のことを考えている様子です。そこから品川の増山では五六丁も、平次は米吉に案内させてのれんをくぐりました。これは銭形の親分さん、とんだご迷惑でございます。タバコ盆を下げて出たのは四十七八のよく太った愛嬌のいい主人でした。金の茶釜がなくなったそうで。ええ、それで実は困っております。あの通り小屋までかけて元を入れた仕事ですから、今茶釜がなくなったではまるまる損でございます。なんとか親分さんの力で悪者を取り押さえていただきたいものでございます。佐五兵衛は助裁ない調子ですが、結局自分の利益以外のことには興味も注意も持たない言い分でした。金の茶釜の値打ちはどれぐらいのもんかな。平次はそんなことを聞くのです。さよう、道具屋仲間は千両と申しております。それを海から見つけたとすると、網を売った登録のものだろうな。いえ、私が譲り受けました。はい、この増屋佐五兵衛のものでございます。平次はそれ以上追求しませんでした。質素なくせにどこかひどく金目のかかった暮らしをしている佐五兵衛のうちの中を珍しそうに眺め回している様子などは、ガラッパチの目から見ると日頃の平次のたしなみにはないことです。毎晩あの小屋の中に茶釜を止めておくことは他に知ってるものはあるねえな。私と米吉とせがれ佐太郎の他にはございません。その佐太郎さんというのを呼んでもらおうか。へえ。連れてきたのを見るとまた十二三の少し発育の悪い少年。これでは金の茶釜より軽焼きのせんべいの方に興味がありそうです。ハチ、久しぶりで潮風に吹かれてみようか。へえ。平次は増屋を出ると心覚えの漁師町の方へたどりました。面白くねえうちだね。親分、金がたまりすぎてうちの中が冷たくなっているんだよ。ふん、こちとらも少し冷たくなってみて。あからな。漁師町の高校登録の家はすぐわかりました。形ばかりのくしゃく二軒で、雨戸の代わりにむしろを下げてあるありさまで、その前に立っただけで平次は胸を打たれるような心持ちです。ごめんよ。はい。むしろを掲げて顔を出したのは平次は思わず息を飲みました。
十八区の素晴らしい娘、身なりの汚さも髪の乱れも江戸の真ん中では想像もできないひどさですが、日に焼けた浅黒い顔の品の良さと娘らしい健康的な愛くるしさは、これも江戸の中などでは金のわらじで探しても見つかるような代物ではありません。銭形の親分を連れてきたぜ、おはる。八五郎は後ろを振り返って自分の偶像を拝ませるようなもったいらしい顔をしました。まあ、おはるは真っ赤になりました。どんな珍客があったところで羽織一枚、前掛け一つ変えることのできない暮らしだったのです。兄貴は？ガラッパチは尋ねました。まだ戻りません。少し聞きたいことがあるんだが。平次はこの娘だけに聞きたいことがあったのでしょう。母が寝ておりますから。おはるは目顔で半分嘆願しながら自分の家の門口を離れて砂浜の方へ二人を誘います。ちらりとむしろの間から見た中の様子の貧しさ、平次はさすがに強いてとも言いかねました。中には60を越して中風で身動きもならぬ母親のお達が眠るとも覚めるともなく寝ているのでしょう。おはるさんと言ったね。あの金の茶釜は本当に品川沖で兄さんの網にかかったのかい？これが一番大事なことなんだ。正直に言ってくれねえか。兄からは何も聞きません。でも兄はあんな小屋へ毎日行って顔を晒すのが辛い様子でした。茶釜がなくなってから兄さんはどうしている？黙って考えてばかりおります。いつもおっかさんの相手をしてにぎやかな人なんですが。それでおめえは心配になってこの八五郎に頼んだんだね。非常に深い思想がありそうですが、十八の娘にはそれ以上のことは何にもわからなかったのです。あれ、兄さんが帰ってきました。娘は手を挙げて波打ち際の向こうの方を指さしました。沖の方から小舟を漕いできた若い漁師が二人、砂の上に船を引き上げると、その一人は妹の姿を見つけてこっちへ歩いてくるのです。精が出るね、登録。八五郎は声をかけながら手でも握るようにそばへ寄りました。ええ、小屋が休むと遊んでもいられません。親孝行の看板にならない日は、たった一日の暇でも寮に出なければならないほど切り詰めた暮らしをしているのでしょう。銭形の親分がおめえに聞きてえことがあるんだとよ。へえ。登録は困り抜いた様子で立ちすくみました。小屋へ引き出されたせいかひげはよく当たっておりますが、30前後のたくましい顔は赤銅色に焼けて、正直そうなうちにも純情家らしい目が人を引きつけます。金の茶釜は本当におめえの網にかかったのかい？本当のことを言ってくれ、登録。平次の調子はひどく打ち解けておりました。親分さん、そいつは聞かねえでください。あしゃ困ることがありますから。登録は泣き出しそうな顔になります。それじゃあこれ一つだけ聞かしてくれ。おめえは見せ物小屋好きで出ていたのかい？それとも親孝行したさのおめえが日当が欲しさに出ていたのかい？登録は唇を噛みました。深い深い苦悩がその方をひくひくと痙攣させます。そら誰にも迷惑をかける話じゃねえ。おめえの心持ちだけのことだ。聞かしてくれ。平次の調子には何か染み込むような思いやりがあります。どっちでもありませんよ、親分さん。こういうと？私はたった一人の母親さえ満足に養えない育児のない男です。世間で評判するような高校者なんかじゃありません。でもお上からご褒美をいただいたことがあるそうじゃねえか。
おととしの夏、親孝行の角で町奉行所から青刺し南関門下の褒美をもらったことはかなり有名な話です。もったいないことだが、あれはお上のお眼鏡違いですよ。親孝行なんてとんでもないことだ。たった一人の母親をせめて友障子もある家へ入れて、うまいものでも食わせて温かいものでも着せてあげたら親孝行にもなるだろうが。登録は遥かの方、むしろで塞いだ鳥の巣のように哀れな自分の家を眺めて、ポロポロと砂浜に大きな涙をこぼすのです。それが金づくで動きの取れないようにされたとは言いながら、親孝行の見せ物にまでされて、私はなぶり殺しにされるような思いでしたよ。親分、生まれて初めての紙下なんか着せられて、猿芝居のお猿のように百人千人の見物の前に、親孝行はこうでございと、この顔を晒す辛さを考えてください。あんな嫌な思いをするくらいなら、針のむしろへ座った方がよっぽど楽だろうと思いましたよ。私は親に三度のものもろくにあげることのできないような日本一の不幸者だ。親不幸の晒し者になるんだと自分で自分の心に言い聞かせて、日の暮れるのを待っていました。とつとつとした言葉に涙が混じって、自分の腹渡を叩きつけるように言う登録の前に、お春も八五郎も平次も泣いておりました。それほど嫌なら何だって断らなかったんだ。平次はようやく本題を切り出しました。断るとこの妹をあのマス屋の旦那に取り上げられます。そんなバカなことはあるね。お上というものもある、世間というものもある。三十両の金は細い漁師の暮らしでは返す見込みも立ちませんよ、親分。すると三年前、父親が亡くなった時、思案に余ってマス屋から借りた五両の金へ利息に利息が積もって三十両になりました。妹のお春を奉公によこすか、金の茶釜と一緒に見せ物に顔を貸すか、二つに一つの豪談です。登録の顔は夕日にカーッと燃えました。そんなら兄さん、私が奉公に行って。初めて事情を知ったお春はたまりかねて口を出しました。夕日の砂浜に立って、そのつづれからも五光が差しそうで、マス屋の佐五兵衛が爪を研ぐのも無理のない美しさです。とんでもねえ、おめえをやってなるものか。マス屋の旦那は名代のひひ親父だ。俺が見せ物になるくらいのことは何の、親不孝の子さらしだと思えば諦めがつく。だって兄さん。兄弟二人の美しい争いを平次と八五郎は黙って見ているより他に工夫もありません。八、蹴ろうよ。平次はいきなり言い出しました。金の茶釜は親分。二人の兄弟を見送りながら、八五郎は不審の眉を潜めます。ネズミでも引いたんだろうよ。あんなものは二度と出てこねえ方がいい。ガラッパチは黙って平次の意思に引きずられるより他にはありません。貧しい家と美しい夕日と、並んで帰ってゆく兄弟の後ろ姿を見ながら、変な心持ちで平次とガラッパチは町の方へ引き上げます。第四章。それからしばらくの間、金の茶釜の話はお首にも出ませんでした。親分、変なことになりましたぜ。ガラッパチがやってきたのは三日目です。何が変だ。金の茶釜のことですよ。その話ならもうよしてくれ。俺はもう聞きたくねえ。平次はもってのほかの手を振ります。マス屋の佐五兵衛が金の茶釜が出てこねえのに業を煮やして、探して持ってきたものには50両やると言い出しましたよ。
本当かそいつは。平次は急に気を立ちます。コンパチの波太郎は消されましたよ。あの晩は品川の茶屋で酔っ払って明くる日の朝まで寝ていたんですって。そんなことだろうよ。ところで八、ええ、もう一度品川へ行ってみる気はねえか。平次は変なことを言い出します。今度は本気になって金の茶釜を探してみよう。俺は50両の金が欲しくなったよ。何が何やらわからぬままに八五郎は平次について行きました。品川へ着いたのがもう昼過ぎ。平次はいきなり町内の外科へ飛び込み、無理に頼み込んで見せ物小屋まで医者と一緒に行きました。この二人の傷を念入りに見てもらいましょう。番人の部屋へ踏み込むと、まだうんうん言って寝ている助七小田井夫婦を指さします。外科医者は少しあっけに取られましたが、平次の勢いに押されて嫌がる助七小田井の容体を見ました。こいつはほんの引っかき傷だ。小刀ですっとやったんだろう。薬を塗ったりさらし木綿で巻いたりしているが、もうすっかり治っている。助七の肩先の傷を見て外科医者はニヤニヤしております。こちらは先生、おかみさんの方は何ともないよ。足の筋なんか籠屋より丈夫だ。それで結構飛んだ手数でした。平次は外科医を送り返してから八五郎に目くばせして、いきなり助七夫婦の襟髪を取って床から引き出しました。不貞野郎だ。金の茶釜がなくなった申し訳にてめえでしっかり傷なんかこしらやがって、浪人者に切られたもんねえもんだ。本当のことを申し上げねえと200-300引っ叩いて手間帳へ送るぞ。平次の剣幕はいつにない猛烈を極めます。申します、親分さん、申します。さあ言え、本当のことを言わねえと。ガラッパチも十手をひらめかして二人の鼻先に詰め寄ります。本当のことは何にも知らなかったのでございます。明くる朝、金の茶釜がないことに気がついて女房と口を合わせてあんな細工をしました。寝ていて知らなかったではすみません。浪人者に切られたことにしてちょいっと肩先を引っかき、うーん言って寝ていたのでございます。なんという野郎だ。はあ、八、これで風向きが変わったろう。金の茶釜はこの小屋になきゃマスやだ。床下も天井もみんな探せ。え、平次と八五郎はそれから半時ばかり舞台の下の土まで掘って探しましたが、そこには金の茶釜なども隠した様子もありません。来い、ここじゃねえ、八。二人はまっすぐに増屋へ。お、銭形の親分さん。あまりの勢いに飲まれて、何が何やらわからぬ主人の佐五兵衛、その後ろからずるそうな番頭の米吉も顔を出します。金の茶釜に50両の褒美をかけたってのは本当ですかい？平次はいきなり問題の核心に飛び込みました。ええ、本当ですとも。千両以上の値打ちのある金の茶釜ですもの。探してくださる方がありゃ、50両でも100両でも出しますよ。100両でも？私も、ますや佐五兵衛だ。いかにも100両出しましょう。無傷のままで、あの茶釜が手に入ったら。茶釜の目印は、探し出したとき、これじゃねえと言われちゃ困る。平次は、ひどく用心深くなります。足屋型の茶釜、そこに、タガネで、ますやと打ち込んであります。よし、それから。平次は、腕を組みました。親分。心配そうに覗くガラッパチ。黙っていろ。見せ物小屋になきゃ、このうちにあるに決まってるんだ。外から楽に放り込めて、ちょいっと人目につかねえところというとどうだ？さあ、土蔵の中じゃねえし、店先じゃ誰の目にもつく。
裏の物置だろう。はい。へえ。平次と八五郎について佐五兵衛も米吉も裏へ出ました。物置は2軒に2軒半、中はガラクタと炭俵だけで何の変哲もなく、舐めるように見ましたが、金の茶釜などはどこにもありません。親分、八五郎はそろそろ心配になりました。心配するな、日本国中どこへも行きようのねえ茶釜だ。平次はお勝手からのぞものの軒下からおよそ人の目の届かないところをことごとく見ましたが、金の茶釜はまだ出てきません。親分、どうしたことでしょう。佐五兵衛はそろそろ皮肉な調子になりました。旦那、銭形の親分さんだ。見込んだ仕事に外れのあるわけはありません。百両の金を用意しましょうか。米吉までがこんなことを言うのです。そうしてくれと、おふようにうなずく佐五兵衛。あち、わかった。平次はいきなり歓声をあげます。どこ親分。あの井戸の中だ。覗いてみるがいい。土蔵のそば、塩がさして使えない古井戸に腐りかけた蓋をしたのを平次は見つけたのです。飛び出した八五郎を蓋を払って覗くと、あった、親分。海近い井戸で、深さはほんの5、6尺。土蔵の軒下から外したはしごを下ろすと、わけもなく中のものは取れます。井戸の外でそれを受け取った銭形の平次、しばらく諏訪法性の兜のように濡れた金の茶釜を眺めておりましたが、やがて両手で捧げてカンカン重さを引くと、ご主人、こいつが金の茶釜という代物に間違えねえでしょうな。そこには高値で売った増屋の刻印もある。お気の毒だが、約束の百両はもらっていきやすよ。ええ、千両の金の茶釜が塩の差す井戸にたった5日使って青い緑青を吹いているのは大笑いだ。こんなもので人寄せをやると、今度はお上じゃ放っておかねえぜ。軽くて所払い、重くて遠投獄門。平次の言葉に佐五兵衛も米吉も青くなります。金の茶釜はそのまま井戸の蓋の上へ置き、平次は佐五兵衛の手から百両の小判を受け取りました。こんなことも大嫌いな平次が、一体それをどうするつもりでしょう。第5章。親分、その百両をどうするつもりで。ガラッパチが一番先に心配しました。猫ババは決めねえよ。心配するな。平次の足は領地町の方に向かいます。やがて登録の家の前に立った二人。ごめんよ、登録はいるかい。あ、親分さん。お春は飛んで出ました。続いて登録。金の茶釜は見つかったよ。ええ、その褒美の百両、こいつは俺が取る筋の金じゃねえ。金の茶釜を品川沖で網にかけたおめえの取る金だ。それは嘘ですよ親分。みんなマスヤの細工で。黙っていろ。マスヤはあの金の茶釜を手に入れれば文句はねえはずだ。この百両はおめえが取って構わねえ金だ。文句を言う奴があったら、この平次が相手になる。そのうち30両はマスヤへ返せ。相手が悪いから証文を取り上げるのを忘れるんじゃねえぜ。親分、いいってことよ。あとの70両でせめて雨戸のあるうちへ引っ越してよ。親孝行でもするがいい。もう見せ物なんかへ出るんじゃねえぞ。泣いてやがる。愛の男がみっともねえぜ。そういう平次の眼も濡れていました。それからお春は増屋なんぞへ行くんじゃねえぞ。その金のうちから合わせの一枚も買って嫁に行く支度でもするがいい。親分、
懇談にいただいちゃすみません。いや、親孝行の見せ物に出た褒美だ。心配するな。親分。親分。登録とお春は砂の上にヘタヘタと崩れて泣いておりました。お春は時々神田の俺ん家へ遊びに来るがいい。女房が話し相手ぐらいにはなるだろう。今度来るまでに畳と戸のある家へ引っ越してくれ。一度おめえのおっかあにも見舞いがいいて。あち、帰ろうか。伏し拝む兄弟を後に、妙に鼻を詰まらせているガラッパチを促して、平次は神田へ向かいます。その日も、秋の美しい夕暮れでした。親分、絵解きをしておくんなさい。釜は一体誰が増屋の井戸へ隠したんで？ガラッパチは追いすがりました。登録だよ。え？ガラッパチは少し予想外な様子です。増屋が登録を金で縛って、親孝行の見せ物なんて、あんな太刀の悪い指名を打った。釜は金かぶせの大偽物さ。それを登録の親孝行の徳で網へかかったことにし、お上のおめこぼしをいいことに金儲けを企んだのさ。そこまではあっしにもわかるが。親孝行の見せ物にされて、登録はどんなに辛かったことか。あの男の口から聞いたろ。あれは本当の孝行者だけに見せ物にされるのがたまらなかったんだよ。そうかといって30両の工面はつかず、妹も仕留悟空にあげられず腹ん中で泣いていたが、とうとう我慢ができなくなってあの茶釜を隠したんだ。茶釜は偽物だということをよく知っていたが、自分のところへ持ってくるわけにはいかねえ。見せ物小屋に隠さなきゃ、マス屋にあると言ったのはそのためだ。正直者の登録は、マス屋のものはマス屋へ返せば済むと思ったんだろう。なら、わかったか、ハチ。わかった。何もかもわかりやしたよ。人の孝行まで金儲けの道具にした、あのマス屋の野郎は憎い。が、登録はいい男だな。あの娘はいいね、親分。なーにや。そう言いながらも平次は、独り者のガラッパチに、あんな嫁があったらと、考えている様子でした。野村古道作、銭形平次捕物控えより、金の茶釜、全文読み切り、初出銭形平次捕物100話、第8巻昭和14年1939年より。